毎朝6時チャンネルむっちゃん、今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。今日は3月14日です。こんにちは。男児三世竹之内の宿根、竹内睦弘です。今日は何があったかということを語りましょう。今日3月14日は実は大きな日なんですよ。西郷隆盛と勝海舟が会見をし、江戸無血開城を決めた日です。1868年ですが、この日江戸無血開城したっていうのは、勝海舟が、そう、勝海舟のことを西郷隆盛が尊敬していたからです。尊敬をしていたからなんです。無血開城、勝はそれを決めました。なぜかっていうと、江戸を暇めにしたくなかったからです。その気持ちです。その気持ちはわかります。そしてこの日、実は1701年浅野匠守が吉良上野介にバーンって切りつけようとして止められたんだけど、それも事件があった日です。それが赤穂浪士の後ろに後つながったんです。主君の敵を取るために吉良上野介を倒さなくてはと。武士道です。武士道です。あとこの日は五箇条の御専門が出ました。これ実はもともと原文はまあいろいろ言われますが、本当は坂本龍馬が書いたような内容なんですよ。実は龍馬はそういう内容を書いてたんです。そのことを押さえていくと面白いです。そして国会が作られました。で、その国会でバカ野郎と叫んで、解散になって総選挙になったという吉田茂という男がいますが、これ実は我が竹内一族の人です。吉田茂って本名は竹内茂なんです。竹内の綱の息子ですか。うちは貧乏の公家なんで、金持ちのところに養子に出すっていうことがありましたので、で、吉田茂は、バカ野郎って言って、解散しました。今の麻生太郎閣下のおじいさんですね。考えてみれば。そんなことがあった日です。それではまた皆さん、明日。